というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。翼くんさ、はい、まあソシャゲのさ、CM 出てたじゃない。はい、あれなんて言ったかな、セイヤージャスティスっていう、はい、そのでもいらっしゃいませんなんて言ったの、セイントセイヤーって、はい、リアルにいたよ、そういうやつが。嘘やん、あれはネタですよ。うん、あのね、その近くのコンビニのセブンなんだけど、セブン外国人なんですよ。あ、で入りますよね、いらっしゃいませいやって言ってるんですよ。後ろだマジで、うん、いらっしゃいませいや。あとね、なんだろう、どうやって覚えちゃったのか知らないけど、こちらへどうぞーわって言うんですよ。ちょ、わっ、わっ、それはなんで、わってなんかもう、どうぞわなんか、そうやって覚えちゃったのね。誰から教えてるんだ。俺、翼くんもそこのコンビニ、ちょっと顔、若干忘れちゃったんだけど、行けばもしかしたらそのリアルのやつ、せいやが、うん、もしかしたらこの人が提供してくれたネタかもしれないからね。気づいたらそこで生まれたのかい。監督さんが実はここのコンビニ寄って、あ、これ面白いなと思ったかもしれない。まあゼロじゃねえけどや。いや、でもいるんだな。あ、そう、おう、びっくりよ、ちょっとビクッとしちゃった、ね、え、なんか今ってなりますよね。マジで。そうそうそう、本当に。ちょっと見たいな、ちょっとそのうち行ってみたいな。そうですね、近くのコンビニですよね。そうそうそう、ほらマジで見て、それは、うん、はい、まあそんなことはどうでもいいんだけど、結構どうでもよくないけど、はい、まあこのイベントさ、はい、なんか長えよね。なんかやっとずっとやってきてますね。なんかずーっと今配合してるでしょ。まあそうですね。ね、僕なんかはもう今この大抵の爪、はいはいはい、しか回ってないんですよ。うんうんうん。ね、こいつは使えると。はい。ずーっとそうやってますよ。はい。うん、だけどさ、なんだかもうほら、僕はゴールが近かったから、はい。僕は欲してたのはさ、ローデスタムーアだったでしょ。そうですね。早いの終わりが。まあそれはもう途中で行きますから。なんならもうここでやる必要もないじゃん。終わってるじゃん。まだミッションとかさ、はい、高難度残ってんの、新しく追加されたチャレンジ1、2とかやってないんだけど、あ、もうやる必要ないよね。まあ、配合終わっちまったからね。うん、はい。で、まあ、あとはもうなんだろう、アンクルホーンとかのプラスを余ってる素材でやろうかなとかさ、はいはいはい、まあそんな感じになっちゃうじゃない。はい。で、やってることといったら何かって言ったら、もう別に、ないからさ、まあ結局は PVP をやらされてるわけでしょ、うんうん、はい、でもさ、なんだかわかんないけど、ツイッター見てて思ったらさ、はい、間違えて竜王を交換しちゃったおバカさんが、おバカさんいましたね。おバカさんね、これなんつうのかな、悲しいと、はい、うん、でもなんだか一応はこうやって運営に言ってみようかとか、うん、なんだとか、はい、ただのバカでしょ。まあ、ミスという意味で言えばそうですよ。かつて翼くん出たね、これ、大のコラボの時に、はい、大事な大事な虹のオーブを、はい、ガチャも引きもしねえくせしてドラゴンのオーブみたいなの取り替えちゃったら全部、いまだに7個余ってるね、うん、あれ別に保証なんかされなかったよね。されて、いまだに竜のオーブも、うん、で僕ね、今回初見の時、はい、交換所って僕は日々さ、見たりするんですよ、うんうんうん、で、ドラクエ今、DQMSL だっけ、なんだっけ今、これはドラゴンクエストモンスターズ3のコラボですね。まあ、紛らわしいんだよ。いろいろあるからね。ちょっと前に DQMSL を一章で終わらしたここの運営が続かなかった。その後にまた DQ なんちゃらなんちゃらとか、はい、まあ、全部 DQ だけどな、ね、DQ なんちゃらとか ADHD とかなんかよくわかんないけど、今結構はっきり言うたけど、うん、わかんない、まあ、たまたま字面が損っただけか。 ADHD3 とかなかったっけ。まあなんかそんな HDMI みたいなことがあったようなかったよ、多分ないと思うけどね。はい、なんか分かんないの今何をやってるか。そうですか、はい、だけどまあ一応コインが貯まったかな、はいはいはい、で僕はもう全部をさ爪に変えちゃってんのよ。おお、すごい、あの交換をね、無限的に、ね、全部取っちゃったから。あ、そうかそうか、だからもうあれ全部いけるか。そう、はいはいはい、だからもう貯まるたんびに爪を交換して一生懸命連携してるわけですよ、はい、その時に、うん、おや、ここにもう交換所が設置されたぞって僕は気づいた。はい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 、ね、あ、そうかね、もう完成し始めるから、うん、ここにもうね、あるんでしょうね、魔王の配合がね、うん、はい、と思ったわけですよ。お、普通じゃないこれが。普通、まあまあ気づきはするよね。なんでこれを見て、あ、運営こんなところに置いてくれたのね、便利、ポチって誰がやんのこれ。まあまあまあ、誰がって言われるとやった人実際いるからさっていう。アホでしょ、そんなことが。アホでしょ。アホなので問い合わせる。で、これ問い合わせなんていうのかね、紛らわしいとこ置かないでくれませんか。お門違いだよね。まあ言うとしてはそれしかないんだけどさ。ねえ、はい、お門違い。お門違いなのかね。そんなのが通用したら世の中何でも通用しちゃうよね。まあ確かにそのまんミスでっていうことであれば結構本当にそう思うよ。間違えて馬券買っちゃったから。別にさ、はい、オレンジが入ってるところの中にネーブル入ってるわけじゃないからね。まあそれも完全に紛らわしいんですけど、これは言えますよ。まあ本当に紛らわしいからそれはね、はい、でもそういうわけじゃないじゃん。まあ今回に関しては違うのかな。だって交換の方でしょ、うん、簡単に言えば。そこに関してはね。なんでそこに
入ると思ったのかね。まあねえ、多分こういう人っていろんなところでやらかしてんだろうね、はい、まあかもしんないですけど、ね、あ鍵忘れたとか、はいはい、いつもやってんだろうねこういうことねまああるかもしんないけど、うんはい、でもそんなとこまではさすがにね、はい、このアホなエイミングといえども、おうん、これはもう通らないでしょ。あ、これはエーミングの型を持つところなわけですね。と僕は思いますよ。はいはいはい、なるほど、はい、で一応問い合わせてみるとか、うん、気持ち悪いな。めちゃめちゃはっきり言うね。なんだか気持ち悪い。でも今回のこれに関しては引用リツイートでこうかばってる方というか、うん、結構あの仲いい方たちかばってたような気もします、うん、バカ同士ね。そんな言い方するんだ。いやそう思わないだってそうなんだ。いやだってこれはしょうがないよっていう人だっていないんだからまあ割ともうなんか見せなんでここさ、はい、傷を舐め合おうとするのみんなででもなんかあるんだろうなと思ってて、なんか僕らの知り合いでいました、あそこフォローしてる人。僕はもうあ、いたの、はい、僕は見てないからちょっとわかんないあ、そうだよ、そんなのも踏まえてもう言っちゃってるから、ね、まあまあ、あの本当に忖度ないわけですよね。いやでもこれはこの元の人言って、はい、知り合いでこれも間違えちゃったってやついます、ここのチャンネルの常連さんで。いやそれは僕は知らない、ね、慰めてくれるとこには湧いたかもしれないけども、湧くっていう言い方するんだ、はい、ね、間違えて公開しちゃったような中にはいないでしょ。まあそこにはいないはず、わかんないね、これはただのアホだと僕は思う。なるほどね、まあ、ミスったことはミスって仕方ない、受け入れろと。まあまあそれはもうここ、ね、まあ、そんなこともあるよね、うん、こんなの馬券買ってりゃいくらでもありますよ僕は。あのっていうことですよね。間違えちゃったすいませんこれとかさ、まあ、言えるときは言えるよ。あ、言えるんだ。おだけど、ダメなときはダメよ。まあそりゃそうだろうな。ネットでやってるときなんかもうほぼ不可能だからね。まあどうしようもないわな、そんな受け付けないから。口頭はいけるよね、はいはいはい、たまに口頭の時代はね、うん、あのあまりにも大穴に銭貼ると、うん、本当にこれでいいんですかとか言われる。逆に向こうからそうそう、ね、いいんだよいいんだよっていけるんだ。うるさいこと言い出すんだ、それはそこに貼るんだよ。間違えてねえぞ、そうなるわけ。はあ、そうだ、すいません、すごいねってなる。そうそうそう、ほんで外すのかな。そう、まあそうなるんだけどはい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 、まあでもね、本当にもう迷惑なジジイとかがさ、ジジイ、まあ本当にジジイはマークシート濡れねえのよ、本当に。ああ、そこのまず老眼入ってるからずれちゃうのね。ここ塗りたかったんです、片目閉じなきゃいけない。こうなんだ、こういう、ここで近づけて、こう離してるでしょね、んでまあなんだかわかんないけど間違えちゃうことが多いわけ。仕方ない。そうするとあの呼び出しを置いて、うん、あの裏にいる人を呼ぶんですよ。はいはいはい、はい、これ諦めろよとそんなやつに限って100円200円しか貼ってねえとかね。なるほど、こんなのもいいし、こういうのもいるの。まあまあまあ、ただの迷惑でしょまあまあそんなことで呼ばないでと思うかもしれない、ね、でも僕はこのレベルだと思ってる。これああ同列なんじゃねえかと。いや、はいはいはい、本当にそうですよ。まあ確かに損してるわけではないっちゃないかなって、うん、よく見ればいいんだから。まあまあ最後の確認があればっていうことは、ね、お菓子の中に入ってる食べれません、食べちゃったのと一緒だよ。こいって食べれませんって確かに。どれがこれ食べるっていうの。なるほど。いやだって袋に入ってるんですもん、まあ、紛らわしいですっていう、いますかこんな人。まあもう今の時代ではいないかなっていう気がしますけど ね。だからなんかやっぱこの時代というか、なんというか、うん、とりあえず言っとけばなんとかなるかもっていうワンチャン狙ってるやつが、僕はなんかもう痛々しくてしょうがない。そうですか。こういう人ってなんつかもう何でも言い訳すんのかなとかさ僕はそういうふうに考えちゃうわけよ。まあまあ全然もうミスはなんとか取り返そうとするから、ね、はい、遅刻してもいや実はこういうことがあって朝ね大変だったです、ウィッキーさんに声をかけられて。ウィッキーさんなんだね、はい、そんなにいました昔あ、そうなの。とりあえず言っとこうというまあいるかもしれない。あれはいきなり来るからねウィッキーさんはいきなり来るのよいきなり来るのがウィッキーさん。そう待って、あの人行こう、グッモーニーって来るからねもう寝ないさだめてる。でででででんででれでれんって音楽懐かしいよこれ。何人分かるでしょうって。まあでも視聴者だと分かるか、うん、はい、まあでも本当にそんな感じで、うんうんうん、だから本当に今のこの人たちのあなんかぬるさというか、はい、能天気さというかさ、はい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 、ね、なんかそういうところが災いしてるかなっていう。まあまあある程度僕もそうですけど、うん、そのなんか保証されてる世代というか、うん、見たところ、まあ、その方何世代と。これまあだから僕らでいうとゆとり世代ですよね、しっかりと。まあ本当にそうなっちゃってるかもしれない。僕らだって諦めが大事って。やっぱでもしょうがないよそれは。しょうがない、間違えちゃったんだから。間違えちゃったんだから、やっぱ諦めようがない気持ちも僕先週の麻雀で感じたものあるんで、うん、やっぱあるんだろうな。レシートがないんだから。そうそう、まあそうです、そこはそうだね。レシート持っていかないでしょ。レシートがいるのか。そうそう、間違えて竜王を交換したって何時何分竜王を交換したってレシート出さないと。そうしたら返品可能ってことか。とりあえず言ってみようっていうねはい、うん、でね、これは紛らわしいよねって同調しちゃうのもどうかなと思うし。ああそうですか。ちなみに誰が同調してたの。確かドラグネさんだった気がする。それはね
違うの、意味がある。エイミングが嫌いすぎてそうなっちゃうから。すごいこと言うてる。そうなの、ね、そうなの。何でもエイミングディスに向けるのがドラグネさんだから。あ、そういうことね。別に心の中ではこいつバカだなと思ってんのよ。細かだけど、こういうとこに置いたエイミングが悪いって、そういう目になっちゃうんだから。ああでもそういう意味、ある意味被害者だから。ああなるほど ね、 ね、あそういう意味でやってるわ。それはそれでエイミングディスなんだ。そう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 。ああ分かりました。はいはい、ね、だから何でもいいからエイミングにはクレーム入れてやれっていう、そういう思考なだけであって。すごい思考。この人を慰めてるこの人をあの出汁に使ってるだけだから、まあ、すごい悪い言い方してるよ、ね。はい、まあ、でも何人もいましたよね。なんかそういうのはね、まあ、別に特定の人を僕言ってるわけじゃないんですよ、はいはいはい、チラッと誰かのを見たから、うんうんうん、そういうふうに、ね、まあね、確かにいらっしゃいました。間違えるのが悪くねって僕はね。だって僕がもう初見って気づいたんだから。また気づけない人いますか。ここで交換できるんだと、うん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 、ね、はい、交換できるんだですよ。どんな感じやるの。交換できるだーって感じじゃないですか、うん、違うんだ今の一瞬で分かったのは違ったんだと思って。まあそういうことでさ、はいはいはい、何でも文句つけりゃいいっていうもんじゃねえんだろ、まあね、はい、てめえのミスっていうのを認めるっていうのもね、うん、少し大事なんじゃないかな。大事なとこだよっていう。まあでもね、はい、これのこのイベントで最終竜を取り替えてしまったやつはご愁傷様っていう、うん、まあそこは本当にご愁傷様、逆にちょっと笑っちゃうっていうザマーぐらい、ザマー言うたら、まあ、そんな感じですよ。はい、じゃあ今回これで、はい、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。